男ばっかりの芝居を見て男の人たちとステージで会うとすごく今嬉しいんですけれども、はい、皆さんの方からあの今日参加していただいた方、はい、ご紹介いただけますか。今日は、札幌以外の、役者さん3名をあのアフタートークに参加させていただきました。こちらからですね、フラノグループの久保孝則さんです。よろしくお願いします。次は北九州の飛ぶ劇場というところから有門翔太郎さんです。名古屋のですねオイスターズという劇団の代表でもありまして、もちろん役者さんでもありまして、作演出もなさっております、平塚直隆さんです。そして我がイレブンナインデブー企画のプロデューサーであります小島達子です。私は名古屋と申します。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。私もマイクいらない気がするのでちょっと置かせてもらおうかな。じゃあまずですね、まず私がですね札幌に帰ってくるまで1年半ぐらいしか経っていなくって、よくあまり札幌の演劇状況を知らないんですね。で、まず私の個人的な質問からさせていただいていいですか。イレブンナインという劇団っていうのがない、まあ、ユニットなんですけど、はい、いつくらいから始められたんですか。一番初めに始めたのは12、3年前かな。もともとは富良野で始めてるんですけど、久保さんはそのイレブンナインができた時 の、 あのオリジナルのメンバーというか、あの最初できた時のメンバーで、まあいろいろあって私が札幌に来なきゃダメになって、で札幌にフラノでやってたんです。もともとはフラノを母体にしてフラノ塾の OB だけでやってた。そのまああの時もユニットだったよね。劇団にすると、劇団ってやっぱりその団体を作っちゃうとどうしてもいろんな問題が起こると思ったので、あくまでもユニットにしてたので、でまあその中心であった私がフラノから札幌に出てくることになって、その時に一応まただユニットだったので、劇団を解散とかではなくてまたメンバーを新たにそのできる、もちろん久保さんとかでもまたその後やってるんですけど、基本的には札幌の役者を集めてやろうとしたのが、それが8年ぐらい前ですね。基本的に、劇団員というかユニットだけど中心メンバーが何人かいて、はい、そこに、今回のようにいろんなところから来ていただいて、はい、作品を作るという形なんですかね。3年ぐらい前まではそうだったんですけれども、それをやってると、これもまたもうぶっちゃけた話を言いますと、とにかく私が個人の私だけがイレブンナインで、あとはみんな私のイレブンナインのお芝居にこう皆さん出てくださいっていうふうにやってるとですね、もう本当嘘のようにですね、借金をかかっていくわけですよ。劇をやればやるほど、どうしようもなくなっていってしまうので、3年ぐらい前にまあユニットとはいえレギュラーのメンバーが決まってたので、レギュラーのメンバーが決まってる中でやってて、でちょっとこれだと芝居が打てない、あのこれ以上やると人としての暮らしがまずできなくなっちゃうと、いやいやまだギリギリでなんとかその借金をしてもまだなんとかね、あの生きてはいけてるというか生きてギリギリでしたけど、でそれで3年ぐらい前にそのレギュラーのメンバーの人間たちにちょっとこのままできないんだということで、一応今演劇ユニットイレブンナインっていうのは私がやるお芝居で、これは演劇ユニットイレブンナインのお芝居じゃなくてイレブンナインズというふうに団体をして、でそれにはメンバーがもうちゃんといて、で全部それは自分たちのものにして、その中の小島が立ち上げたデブーっていう企画なんです。だから演劇ユニットイレブンナインとイレブンナインズは一応別なんですよ、我々の中で。あのイレブンナインのファンの皆様いらっしゃると思うんですけど、ちょっと手を挙げてください。ものすごい少ないじゃないですか。ものすごい少ないじゃないですか。その辺の見分けってついてましたか。そうなんですね。なかなか、まあ、あまりそれを、ね、あの観客の方には別にそれはあまり意味のないことで、我々の中で一つ線を引いてるっていうだけで、はい、じゃあ、もう一つ素朴な疑問、はい、イレブンナインという劇団ユニットの名前がなぜこうなったのか、はい、私時々間違ってセブンイレブンなんですよねって言ってしまうんですけど、あの 私、はい、私も これあの有門も久保も私も3人ともフラノ塾の OB でして、あの倉本壮師匠には、ね、とにかくイレブンナインのことをセブンイレブンって言われるよね。
セブンイレブン、セブンイレブンってやつ。名前の由来は、アリカドはまあイレブン内でもともとのオリジナルメンバーじゃなくて塾の後輩なんですけど、久保さんと僕ら一緒に作るときにメンバーそのユニットの名前何にしようかって言って、あれ5、6人でね、1人3つぐらい考えてきてて、すごい面白い名前もあったんですけど、その1人3つぐらい考えてきたのを全部ホワイトボードに書いて投票で決まりましたよね。投票でそれになっちゃった。それ投票に決まって、まあ、もちろんそれ3つ出したのたまたま僕が出したものなんですけど、イレブンってサッカーのメン、はいはい、あれですよね、でナインって野球のあれなので団体っぽいじゃないですか。でもちろん意味もあるんです。意味もあってイレブンナインズって、イレブンナインって9が11個続くんですよ。鉱物っていうか亜鉛とかああいう何ていうんですか、鉱物の純度を示すあれで、99点あれって 100% ってないんですよね。とにかく9が限りなく9が11個続くっていう意味で、まあ、物を作る我々のこの作業も100はないという、でもあくまでも100を目指すという意味を含めて入れもないという。よかったです、その話聞いて今やっと納得が。それだけ言ってるのよかったです。それだけ話長いんです、すいません。そうですか。じゃあ、今日実は私その辺りに座りまして、お客さんが本当にいっぱい入っててびっくりしたんですけれども、これ演劇シーズンという夏と冬に演劇のイベントをやってるんですが、今回初めてお芝居をご覧になる方っていらっしゃいますかね。何人かいらっしゃいますね。皆さん、なんで知っていらっしゃいましたか。これ絶対答えないですね。その聞き方で答えるとなかなか。メガネのかけた彼がとても白いメガネの彼、ちょっと答え聞かせてください。初めて来たんだよね。あ、はい、何で知りましたか。ありがとうございます。いや、実はそこに座りながら入ってくる皆さんを見てましてですね、私も札幌座というところでプロデュースの仕事をしてるんですけれども、一人の1枚のお客さんのチケットの平均単価がいくらで、これだけ入ったら1日いくら稼いで何ステージだからいくらだなってその計算をしてたんですけれども、プロデューサーとしては、ね、札幌でこれぐらいの力のあるところってまだまだないと思うんですよ。そうです、今言ったように、那谷さんが教えてらっしゃったりとか、すごくネットワークがあって、はい、こういうふうにお客さんいらっしゃってると思うんですけれども、こういう形のプロデュースというか制作の体制を取っているのは札幌では珍しいんですが、ここだけですか、それとも何か他にもやってるところあるんでしょうかね。いや、プロデュース体系はなくはないと思いますよ。もちろん小島以外にもやってる人間はいますけれども、うん、この一つの団体の中の、もともと小島も役者なので、その人間が、こうやって企画を立ち上げてプロデュースするという形はあまりないような気がしますよね、札幌では。はい、でやっぱ本当に驚いてしまったんですけど、今日来てる人もまず売り切れって話はずっと聞いてたのでね。でやっぱりお客さんがやっぱりいると役者さんって全然違うじゃないですか。まあそうですね、やっぱりね、だから私もちょっと寂しい公演見たりもしてたんですけれども、役者の皆さんもやっぱり全然違うと思うので、観客の皆さんの力ってすごいなって今日も見ながら思っていたんですけど、ね、そうですね、はい、札幌はちょっと中途半端になりますから、こんな感じで皆さんそれぞれ地域でやってらっしゃるので、札幌となんかこう例えばフラム塾さんはツアーしたりとかなさっていて、いろいろ各地もありながら、札幌の演劇状況と例えば北九州です、北九州です、はい、の演劇状況と若干違うとかあるようでしたらお話しいただけますでしょうかね。いや、富良野という土地は札幌とこう近いようで遠いし、もともと僕らがやっぱ富良野グループっていうところは、その富良野演劇工場っていうところを中心にやってるんですけど、そこが僕たちのホームグラウンドなんですが、そのほとんどの地方の劇場っていうのは中央から物を運んで持ってきてそこで見るっていう形ですけれど、コンセプトとしてあるのはやっぱその地方から発信しようよということで演劇工場ができたというのが大きくて、で僕自身はですね、あんまりその那谷さんとやることで札幌に来たりとかすることはあるんですけど、あんまり知らないんですよね、札幌の演劇事情っていうのは。
だから今回いろんなところそれぞれがいろんな劇団持ってたりとかするメンバーとお芝居やっていくことによって逆に言うと今回10人去年初演やったことによって演劇札幌の演劇っていう事情をすごく分かってそれもやっぱりやっぱ皆さん仕事持ちやっぱりそれだけで役者だけで食ってるっていうことはほとんどないわけで僕はまあなんとなくカツカツ役者と他のことをやりつつバイトをしたりとか仕事を持たないでやれてるんですけれど富良野でももうそんなのはもう 2,3 人しかいなくてだから札幌なんてのは本当にもう大変でみんな結構集まってくる時も仕事終わってやってくるっていうまあこのなんか僕は逆に言うと一緒にやらせてもらってその芝居を始めた頃のなんていうんですかそのハングリーというかそういう気持ちがないと役者いつどこでどうなってもねやる覚悟がないとできないというようなね気持ちをすごく感じさせてもらったかな札幌に来てて、はい、そう思いました。 どうですか？得してみて。いや札幌やっぱすごいですね。そのまず人口の差もあると思うんですよね。190万人ですよね。で僕その北九州って言っても多分皆さんピンとこないと思うんですけど福岡県の北九州市って門司とか小倉とかいうこの前なんだ八幡製鉄所が世界遺産に選ばれたんですけども あの辺でお芝居をやっていて、96万人のぐらいの都市一応政令指定都市なんですけどもで一番やっぱ栄えてるのは福岡県の福岡市なんですね。そこは120万ぐらいいてだけどやっぱ190万人いるからなのか演劇人口が多いからなのか分かんないですけどすごくこの一体感というか人がやっぱ札幌って集まってるっていうイメージがすごくありますので北九州はそんなにまあいますよ演劇人口は演劇人口は北九州と札幌の全然札幌の札幌の方が多い、はい、北九州は劇団で言っても20あるかないかぐらいなんですね。で福岡はまあ30、40ぐらいなんですけど札幌に比べての熱というかここは全然違いますし一番大きく違うのは北九州は公共ホールがやっぱりてこ入れしてるというかっていうのがすごくあるんですけどいやここまでこの札幌 その要は民間のホール そのネットワークだったりとかそういうものを目の当たりにするとわみんながみんなで頑張って演劇をなんとかしようっていう人が多いんだなっていうのはもう肌で感じますね。それは素晴らしいと思います。私もね、しばらくぶりに帰ってきて、それはすごく感じたんですよね。ですが、実は私、韓国にしばらく18年ほどいまして、ここで2期のお仕事をしてたんですね。で、やっぱりまあ、ソウルは大きいので、東京と似たところがあるんですけれども、まあ、ちょっと離れた地方都市なんかに行くと、まあ、札幌の方が断然こう活気があって、きちんとお客さんたちもいてくれたり、こう関係がちゃんとできてるなっていうふうに見ていたんですけれども、やっぱり他から見てもそう見えるということですか？いやいやすごいですね、いやそれは本当に思います。どうでしょうか？あ、名古屋どうですか？名古屋名古屋はまた盛んですよね。そうですね、はい、でもいや札幌と変わらない印象です。いや、札幌も、僕の中では札幌とか仙台とか、まあ、大阪、福岡、まあ、なんか一緒ぐらい、まあ、名古屋も同じぐらいなんか行くと、まあ、僕らツアーとかよくやるんですけど、もう、なんか同じ感じですね。みんな活気が演劇の盛んな感じが。で今回はなぜ名古屋から？なぜ？キャスティングされたからです。話は長いですね。まあそうですね。ここの関係ですね。はいはいはい。すいません。はい、4年ぐらい前からここで。はい。いやでも不思議だったのはやっぱり札幌でなくて離れ名古屋とか北九州とか。離れてユニット作れることがちょっと不思議だったので聞いたんですよね。その劇王という名古屋 その劇作家協会の東海支部がこういわゆる主導になってやってる名古屋でやるその短編演劇のフェスティバルに僕らがたまたま参加させてもらうことになったところからのつながりなのでやっぱりそのすごい楽しかったです。行ってやるってことはその自分たちのこの中手前店の中だけでやってるんじゃなくて外側に刺激を
受けたことがすごく大きくて、その中でまあ平塚さんと一緒に何かをやりたいよねって、あのいろんな企画があって、劇団の作品を演出だけ僕と平塚さんがテレコして、イレブンナインの演出を平塚さんがやって、あのオイスターズの演出を私がやるみたいな話もあったんですけどね、やっぱりそれは金銭的ないろんなものが合わなくてやっぱできないわけですよ。でもどうしてもなんかそういうことをやりたいと思って、この演劇シーズンというこの枠の中 でなおかつその天神山のスタジオとかがあって、いろんなことがあって可能になったっていう、私は札幌だから可能になったことはあると思うんですね。なんか札幌はそういうふうに他の都市からも役者さんが来て一緒に芝居が作れるっていうのはすごく面白いなと思って見てたんです。あと天神山っていう話があったんですけれども、今天神山にですねアートスタジオっていうのがありまして、とても安い料金でアーティストたちが泊まれるようになってるんですね。ですからこういうのを利用すれば、まあ、演劇だけじゃないと思うんですけれども、あの国内海外のこう人たちが来て一緒にものづくりができる環境を少しずつ整ってきているんですよ。でそういう感じになって、だからそして札幌だけですよね、これ多分その都市によって、ね、例えば僕その名古屋の話を聞くと、例えば名古屋にはこういうその一つのこういう大きな団体が公演自体を、例えばあれは東海支部、劇作家協会の東海支部が全部やってるじゃないですか、まあ、ここでいうと札幌市がそのいわゆるこういう公演をやってくれるじゃないですか、うん、で名古屋はそういうのもあるんですか。まあ、一応公共事業はあるんですか。まあ、ありますね。あの僕らその代わり稽古場とかが結構厳しかったりするんですよね、うん、でも名古屋はなんかすごいそのオイスターズのさんの稽古場、あれなんていうとこでしたっけ。名古屋市演劇練習館。あ、演劇練習館っていうそういう施設があるのってすごい、すごいですね、演劇練習館ですよ。スタジオがいっぱいあるんですなんかもともと排水塔、じゃあの水が溜まってて、それを名古屋市にこう排水するっていう建物があって、それがなんかパルテノン神殿みたいな格好してるんですよ。で、見た目に景観が良くてかっこいいから、これを取り壊すのはもったいないからって言って一回図書館になったんです。で、図書館になったんですけど、それもなくなった時にあの名古屋の劇団の人が、あのすごいベテランの方が名古屋市長に掛け合って、今あの演劇やってる人たちは稽古場がないって言って困ってるんだって言って、あれ取り壊すんだったらあれ全部演劇使わせてって言って、で分かりましたって言って名古屋市演劇練習館って言って、まあ、それすごいですよね。そうなんです。多分札幌は僕たちは稽古場がかろうじてあるんですけれども、はい、劇団が多分ほとんどの劇団が稽古場がなくて、その物を作るためのあのいわゆるこういう枠は作ってもらえても、その稽古場を維持するのが、まあ、多分、ね、とてつもなく、あの劇団のさまざま大変だとは思うんですよね。まあ、なんかこう、まあ、そういうことができるようになるっていうのはやっぱり私やってる私たち作り手側だけじゃなくて、こうやっぱり見てくださってる人たちが増えてくれば力が出てくる、得られるので、なんかたくさんの方に見ていただいて演劇が盛んだと市長さんが思ってくださったりとか、そういうことが多分必要になってくるんじゃないかなって今話聞いてて思ったんですけれども、あのちょっと私たちばっかり喋ってるので、はい、お客さんの方からあのもしかして今日はアフタートークやるので芝居のこと聞けるかなと思って残ってらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、お芝居のことで何か質問ある方いらっしゃったら、2人の方だったらぜひ聞いてみてください。こういう場ですから。あ、はい、どうぞ。大丈夫ですね。はい、はい、こういうセットとかの用意というのはどなたというか、もともとその久保さんと初めてこのイレブンナインを作った時は僕ら黒いコンテナ、ビールのコンテナをいっぱい使ってやってたんですね。で、そのでも美術家の方をちゃんと要して、美術家の方と一緒にものを作り出すと、そこのこういうことは全部その美術家の人と打ち合わせをして、僕らは高村さんという女性の方なんですけど、その美術家の方ともう4回目ぐらいかな、3回目ぐらいかな、やってるんですが、打ち合わせをしてこういうイメージなんだ、こういうイメージなんだっていう、例えば前回は対面にしたんだけど、前は2面だったけど今回はその2面じゃなくてリングみたいにできないかと、そうするとコンカリという場所では2面は無理なの、あ、4面は無理なので3面ならっていうデザインが上がってくるわけです。でプロデューサーを含め、プロデューサーと演出の私とそのデザイナー、あの舞台美術のプロフェッショナルの人と打ち合わせをして、その上で果て決まっていきます。
でもほとんどこのアイデアはその美術家の方が提示してくれたものをほぼほぼそれのままでやってます。もともと美術家の方が出してきた案は今回の入り口の問題もあって、あの入り口が最初ここだったんですよ。でもこことこの水飲み場のこの距離が近いのが少し嫌でこの距離に変えたんですが、もともとはここだと出はけがあの大丈夫なみたいなことはあります。楽屋側の裏にあるんです。こっちが入り口の方が多分楽屋が便利なんですけど、この距離を取りたかったのでこういうふうには変化しましたが、美術家の方が我々ここ何回かはこの2年3年は美術家の方が入っていただいてこのセットは決まっていきます。ありがとうございます。とんでもないです。どなたかいらっしゃいませんか。大丈夫です、大丈夫です。私もともと東京の学生で、札幌の大学に1年だけ交換留学で来ていて、東京でもちょっと演劇をかじっていて、札幌の演劇盛んだよっていうのを来てから知って、いろいろ今見せてもらってるんですけど、その札幌だと特にその北海道内だけでも、例えば他の市の演劇を見に行くのもとても大変だと思いますし、東京だとすごく集中しているから他の演劇を見に行くっていうのも比較的楽だと思うんですけど、札幌で演劇をしてらっしゃる皆さんっていうのは、例えば今回の北九州や名古屋からいらっしゃってますけど、どういうふうにコネクションを作っていくんだろうっていうのが気になったんですけど、ネットワークっていうか、基本的にはないですよ。基本的にはネットワークがなかなかないので、我々はフラノ塾の OB なので、あの有加堂にしても久保さんにしてもフラノ塾というその一つの母体のあれです。それで平塚さんはたまたまその劇王っていう、そのと多分それも劇作家協会の東海支部がすごい地方の中ではすごく力のあるというか、ものすごくその活動的、精力的に活動してる団体で、そこに我々が呼んでいただいて、たまたま全国大会という名目なので北海道からも呼ぶので、北海道代表で我々が行ったのがきっかけで、そこからのネットワークです。この結構偶然によるっていうのは、いや、そうですね。そうじゃないとなかなかやっぱりあの、ね、難しいですよね。でも結構来てますもんね、ここコンカリにしても全国から。あ、コンカリには、はい、あのその多分女性を、助成金などを少し、ね、あれなんですよね、外部から来るときに助成金じゃないの。あれは、コンカリーヌの、コンカリーヌ助成金じゃないの。年に4本、4、5本ぐらい道外の劇団の人たち来てもらうんだけど、資金がないから、あれは、皆さん手打ちなんですよね。来た、この劇場が来た時もそう。だから小屋はあります。会場は無償で提供しますけど、こう来るお金は全部自分たちで何とかしてください。宣伝でもちろんチケット料金は皆さん持って帰っていただくんですけど、ついこの間来てた名古屋の青木みかんっていう劇団は宿泊費をこう圧縮するためにみんなここに泊まっていきました。16人。去年オイスターズが来た時も平塚さんたちずっとここに泊まってたって言ってましたよね、コンカリーヌ。オイスターズもそうだったっけ。夏でしたっけ。夏でしたね。夏でした、うん、中で寝ますか。楽屋に行きました、楽屋とか上とか、アジフトンがいっぱい当たりました。舞台でも寝たって言ってましたよね。舞台でもあの入りきれなくて夏は暑いので、ここが、まあ、冷房があるので劇場内が、まあ、なんていうんですか、人気の場所になるんですよね。冬はまあ当然寒いので、楽屋が狭くてもみんな楽屋に入る。なんかこう、演劇人の今、声帯を聞いてしまってる気がするんですけれども、まあこういう状況で、多分もう似たり、みんな似たり打ったりだと思うんだけれども、こうやって、やっぱり作ることが楽しくて、出会いながらネットワークが増えて、さらにパワーアップしていって、そういうふうにしながらどん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 、多分いる。まあ劇団もありますけどね、ユニットっていうのはそういう面でとてもいいシステムだなって私は思って見てたんですけれども、あの小島さん、はい、次回は計画はあるんでしょうか。え、12人ですか。ではなく全く新しい、新作です。レブーの新作ですか、はい、は考えておりますけれども、うん、発表できないですね。ね、さんとはいろいろ打ち合わせしてますが、発表できるけど来年でも秋ぐらいかなと思って ます来年の秋ぐらい。今度の作品はどなたが選んだんですか。これですか。今度は新作、新しい作品。今それ作品選定をいろいろしてるんですよ、まあ、とにかく演劇を見てるので小島は、だから小島がいろんなこれはどうだこれはどうだっていうのを多分話し合ってる形です。そろそろシャープ2をやらないといけないと、いつまでも12人とらわれたもう卒業する、まあ、次いつやれるか分かんない、またやりたいとは思うんですけど、12人も、はい、次はまた新しいものを来年
とは思ってます。はい、じゃあ、そろそろお時間も長引いてしまったので締めたいと思うんですけれども、最後に観客の皆さん、何か本当にないですか、聞きたいなということとかなければここで締めさせていただきます。演劇シーズン、昨日からですね、私事になるからちょっと言いづらいんですけれども、札幌座もブレーメンの自由という作品をやっております。中島公園の方にあるシアターズという劇場なんですが、今日ご覧いただいたチケットを持ってきていただけると500円引きでご覧になれますので、ぜひこちらの方も足を運んでください。皆様がいるからこそ演劇は成立してます。どうぞ今後もよろしくお願いいたします。ありがとうございました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 。